坂広史堂11月6日から1998年は、日本の彫刻家。本名青蘭。丘の上のクラーク1920年11月6日、石川県鈴郡内浦町小井寺で生まれた。父は、油彩画家の坂漢字、祖父は、日本画家の坂もやねという画家一家で、広史堂も当初は画家を目指したが、四季格以上であったため彫刻の道に進んだ。 1930年小学校3年の時に父の死亡により母と共に北海道札幌市に移住した。1938年北海中学校卒業。1939年東京美術学校彫刻科に入学、在学中の1943年新聞店に初入選した。同年学徒出陣により陸軍入隊、台湾国で終戦を迎え、 10ヶ月の捕虜生活の後日本に帰国した。戦後は中学校の美術教諭や百貨店勤務の傍ら彫刻制作を行い、1964年青年像が日展で特選を受賞。1966年には日展会員となり、北海道を代表する彫刻家となった。1964年からは北海道女子短期大学助教授となった。 1982年には日彫り店で、酔っ払いが、聖望賞を受賞し、同年札幌市民芸術賞も受賞した。1976年には代表作となる、丘の上のクラークを制作したが、長女の回想によればクラークばかりが有名になり、クラークだけが俺の作品じゃないと話していたという。作家活動の一方で、北海道女子短期大学で長く教授を務め、 文部大臣より短期大学教育功労賞を受け、1995年には同短大の名誉教授に就任した。作風として同家史などの特徴的な人物像を得意としたが、初期には世相を色濃く反映した人物像も制作していた。1998年77歳で死去。死後、遺族の所有していた作品群が能登城に寄贈され、 2009年の都庁内裏庁舎に常設の坂博史作品展示場が設けられた。ありがとうございます。